福岡県柳川市の観光名物川下りの中で行われる橋越と呼ばれているパフォーマンスが物議を醸している。橋を通過する際に船頭が橋をよじ登り、通過してきた船に勢いよくジャンプ。この行為が危険だと市が中止を要請。柳川市役所に問い合わせてみると、コロナ禍の際に橋越えの動画が SNS で拡散され注目を浴びた。行動制限が明けたことで多くの観光客が訪れるようになり、橋の上にも多くの人が集まるようになったため、やむなく中止のお願いをした。また伝統が一つ消えていく。嫌なら乗らなければいいだけ。行ったのは中止命令ではなくお願い。ただ全体から見れば少ないですが、反対の意見を無視することなくいい解決案を探っていきたい。一方、これにも中止を求める声が。駅や商業施設で自由に演奏できるものとして設置数も増えているというストリートピアノ。このピアノの音に、うるさいから中止にしろ。下手な演奏を聞くのは苦痛。ピアノ自体がすごいいいものだっていうあのご意見もありますし、音が少し大きいであるとか、では12、3件ぐらいのちょっとご意見を今いただいているような状況です。もしいいんですよ、そんな。ということで、いや、もうしてくださいね。はい、脇隆です。私はただいまですね、駅地下広場にあるストリートピアノのとこにやってまいりました。岡山を取材してくれたのは、この番組でムッシーをリポートしてくれたラジオパーソナリティの脇隆さん。ストリートピアノどう思われます？まあ、上手い下手とか関係なくて、僕音楽好きなんで、うん、僕は賛成派です。はい、娘がコンクールに出たりする関係で、はい、発表会の前とかは活用させていただいてます。で、家になかなかグランドピアノが置けないので、人に聞かせれる演奏っていうのが、まあ、最低限守るべきマナーだと思います。脇さんの地元加古川では、今年4月ストリートピアノが撤去。公共のスペースですので、まあ、そこでこうちょっとやっぱ不快な思いをされる方が多くなるっていうのは、まあ、ストリートピアノの本意ではないなという形で、まあ、ちょっと撤去という決断になりましたね。どんな人が不快なんだろう。不快な音といえば、田んぼの持ち主様へ、カエルの鳴き声による騒音に毎年悩まされています。鳴き声がうるさくて眠ることができず非常に苦痛です。騒音対策のご対応お願いします。近隣住民より。こんなチラシが落ちていたというが、どこで誰がいつ書いたものなのかは不明。カエルの鳴き声をめぐっては2020年裁判にまで発展したケースも。常識的に考えて我慢できる程度を超えている。誰に向かって言ってんだろう。東京都内の男性が隣の居住者に慰謝料75万円と、なんと全てのカエルの駆除を求めた。しかし判決は自然音の一つとして訴えを棄却。いや、そうですよ。なかなか都会では聞くことの少なくなったカエルの鳴き声を求め、アベマ的は埼玉に。時間は夜9時ですが、止むことなくカエルが鳴いています。寝れないほどではない印象です。自然な音なのか、それとも騒音なのか。ノイジーマイノリティっていうふうにも言われたりしますけれども、悪気のない誤解がやっぱりあるんだと思うんですよね。もう自分が一番最初に気づいた人かもしれないとか、謎のこう思い込みがですね、その人の中に生じるっていうことがあって、でしかも今ネットなんかで、なんか自分と同じような思いを抱えたノイジーマイノリティの人とかがいたりするわけですよ。
少人数なんだけど同胞を見つけることでその確信がさらに強まるみたいな。高野さんうるさいですよね、僕らに対して。そもそも騒音に聞こえるとはどういうことなのか。右脳っていうのはいわゆるその音楽脳とかって呼ばれてて、左脳っていうのは言語脳っていうふうに呼ばれてて、感情音って言ってその人の喜怒哀楽の声とか動物とか虫の鳴き声とか、そういうのを右脳で聞き取って解釈することができる人は雑音として受け流せるんですよね。でもそれを左脳で受け取っちゃう人もいて、音をですね、言葉のように意味を理解すべくこうしっかりと聞いてしまうような脳の作りになってるっていうことなんですよね。その傾向は日本人で割と多いって言われていて、 それが一つの個人差にはなってるんだろうなと思いますよね。実は今こんな業者が大忙しなのをご存知だろうか。株式会社トナリスクの西です。会社名はトナリスク。文字通りお隣さんのリスクを調査する会社。引っ越しをされる方の周りに、騒音トラブルをはじめとした近隣トラブル、引っ越し後悩む可能性があるのかということを事前にお調べするサービスになります。一戸建てのマンションを購入する際、近所からどんな騒音がどれほどあるのか、相談件数は年間800件以上、年々件数は増えているという。コロナ禍がありまして、隣の方がいらっしゃる時間も増えますし、自分がいる時間も増えますので、そういったところでそれによって音が気になることが増える。トナリスクは音をメインにした内容で8件から12件の周辺住民を調査。音っていうのはですね、周りからこう音が聞こえてくるのかどうかっていう話もありますし、そのお引越しされる方が、バイクですとか楽器みたいな趣味をお持ちな場合は、そういった音に関してすごく神経質な方が住んでいらっしゃると、すごく配慮しなければいけないので、そういったことで今まで悩まれたことがあるのかどうかみたいな話ですとかっていうところを聞いていくっていう。昼間の音と深夜の周辺の音の違いや、夜にしか帰宅しない隣人の音などはなかなか確かめるのが難しい。だからこそその場所に住んでいる人の感覚を大事にしている。ちょっと行ってみるだけではその時鳴っていなくとも、引っ越して3ヶ月ぐらい住んでみると、あれこういう音鳴るじゃないかみたいなことが分かるので、やっぱり長く住んでいる方にたくさん会うみたいなところがかなり大事になってきて、そんな聞き込みの内容を独自のマニュアルで点数化し、細かい内容まで報告書にまとめている。ペットの音が嫌いという方もいらっしゃれば、バイクが嫌だっていう方もいれば、それぞれが昔あった嫌な思い出みたいなものに関連して嫌な音というのが違っているっていう印象があります。一度不快感を覚えてしまうと、小さい音であってもその種類の音があるとすごく不快な気分になってしまう。主観的にはすごく大きな音が聞こえてるように感じてしまうんです。なので、どういった音があると辛いのかですとかっていうところをお伺いして、その音に関して問題なさそうかどうかっていうところを調べてまいります。引っ越し後に騒音トラブルになったケースも。夜中に死ねとかふざけんなとかすごいひどい言葉がもう深夜1時2時3時ぐらいまで毎晩続くみたいなケース、それどういう音だったかというと、最近流行っているインターネットで対戦をするこうアクションゲーム、イヤホンをつけるので自分がどれぐらいうるさい音出してるかがわからない中で感情に身を任せて喋っていると隣にもすごく聞こえていたみたいなケースがありました。さあということで、いろんなことを感じられる方がおられる。まずは福岡県柳川市の名物はしごえが危険だとの声で、市が業者に中止のお願い。これは宮崎さん、どういうふうに思われますか。市としては、多分ですよ、この話をコメント聞く限り、皆さんと同じでちょっと残したいなっていう思いがあった、でも苦情を言ってくる人が出てきた。それを無視するわけにいかないので、苦肉の策として命令でなくてお願いにした、行政動きましたよっていうことだと思うんですよね。この女の子なんか楽しそうに見てるけどな、絶対これは残した方がいいですよね、こういうの。
井川さんどう思われますか。いやもう全く同じ意見ですけども、大体これね、あの市長が知らないわけないんで、やっぱり市長としては立場上ね、やっぱり次の投票もあります、選挙もありますからね、一応動きはしましたよというこのまあポーズだったらいいんですけどね、だからまあお願いですからね、はい、お願いされた側もね、屈しないでほしいですね。そうですね、やり続けてほしい ね、 ね、長野さんなんかこれどう思われます。これもう増えましたよね最近というか、ずっと、だからもうみんな多分ここにいらっしゃる方ストレス感じるじゃないですか、この訴えに。そういう人がもう増えてんじゃないかなって思ってますけど ね、 もう逆に。さあそしてストリートピアノにもうるさいとの苦情で取りやめたところもあるということですけれども、これは須田さんいかがですか。あれ嫌だと思ったこと私一度もなくて、なんかまあたまたま上手な方が弾いていらっしゃる時間に当たってる可能性もありますけど、でも音楽って上手い下手じゃなくって、一人で歩いてて気持ちが沈んでる時とかに誰かが弾いてるのを聞いてそこで救われる時もあるからこそ、あるのがストリートピアノでもあるだろうなって思うので、あれを深いって思う方はなんか本当に嫌なことがあったんだろうなとか、なんかその方のことが心配になっちゃう。うん、私は仮に下手でもね、横通り過ぎるだけじゃないですか。そうなんですよね、そこでずっとね、あの進んでるわけじゃないんで、思いましたのがやばいです。すごいですよね。離れりゃええ話やし、はい、不快までは分かるんですけど、それより駅で私不快なのはあのエレベーターとかのね、はい、エレベーターエスカレーターのあの気をつけてくださいだとかなんだとか、あれあんなことやってるの世界中で日本だけじゃないですか。日本人ってベルトを持ちましょうだとか、はいはい、どうしてあげます、それ言わなきゃいけないほどバカなのかって会社は思ってますよ。アナウンス流れてますもんね。あんなのいらないですよ。ここで言われる百貨店とかもそうですけどね。エレベーターでもエレベーターが大変混み合っております、もう少し我慢してください、お前より俺のが分かってるから。確かに。宮崎さんどうですか、ストリートピアノ。あのね、空港に置いてあったんですよ。でうちの息子がもうピアノを今始めたところで、はいはいはい、でやりたいって言うんですよ、はい、もう全然弾けないんですよ、はい、でも人にこう聴いてもらいたいっていうのがあるからやり始めたら、いい一応1曲、まあ、つっかやったんですよ、うん、そしたら周りのか、ね、大人たちが拍手をしてくれるわけですよ。いやすごくねいい機会をもらったなと思いましたよ。あ、うん、いい成功体験というか、おそらく反対の人はあれを聴いたらうるさいと思うはずなんですよ。だけどこう、ね、あったかい大人がねやっぱり周りには多くいらっしゃるから、うん、そっちの方に目を向けてもらいたいですね、うんうん。さあそして、カエルの鳴き声は騒音なのか自然の音なのかねえ、いやいや井川さんこれに関してはどう思われますか。いやまず最初に言いたいのは、多分その苦情を言った人は、はい、この田んぼができたできてるなんよりも後に引っ越してるわけですから ね、 嫌なら来るなって話なわけですからね。分かることですよね。あとまあこれはさっき裁判にもなったケースあるって言ってましたが、真っ当な判決だと思います。これはもう自然音なのはもう明らかですから、いやーいろいろだから、引っ越し前に不快な音を突き止める会社が増えてると、うん、依頼があるそうで、はい、相談件数年間800件以上、コロナで在宅の時間が増えて依頼が急増したそうなんですね。で料金は5万5000円から。で調査は聞き込みがメインで、周辺住宅をこう聞いて回ってこう気になる音などがないかというのを調べてくれたりすると。でまた事前に依頼者 の、 その気になる音を調査して、また近隣からの騒音だけでなく依頼者が発する音、例えば音楽の音とかに対して敏感な隣人がいるかいないかなども調査してくれるそうです。なるほど、ね、確かにヘッドオンしてゲームやって死ねボケボケ言うてんのがとか分からへんもんね、うん、今ならではですね。内見夜中に行くことないもんね、うんうん、さあどうでしょう、皆さん家の周りとか引っ越した先でこんな騒音に悩まされたとか、こういう苦情を言われたことあったなとか、須田さんどうですか。私気になったことがないんですよ、ね。むしろ生活音とか電車の音が聞こえるところに住んだことも以前あるんですけど、全然電車の音もいいし、むしろなんか誰かが生きてるって思うと安心するので、足音とかするとあ生きてるなって、私一人じゃないなって思ってるぐらいなので、私気にしならない人なんですよ。長野さんはどうですか。ですね、20年前ぐらいに三軒茶屋のすごいボロアパートに住んでたんですけど、そこの大家さんが警戒心がすごいのか、でドアが開くたびペペペペペペって音がするんですよ。怖はい、隣が大家さんだったんですけど、それ以来それ田舎育ちなんで感覚がなくて、その警戒するっていうのが刷り込んじゃって、そっかちょっと苦手には気になるようにはなりました。なるほど、ね、だから良くないなっていうか、うん、
井川さんなんかどうでしょう。今はないんですけど、あの四国 の、はい、あの地元の家に住んでた頃はですね、はい、まあ、仕事で学校卒業しても戻ってしばらく向こうの工場にいたんですけど、あの夕方5時はね、他のエリアでもそのいわゆるチャイムが自治体に鳴らすのがあるんですけど、朝ね6時に鳴らすんですよ。ああ、ね、もうね、そんなね早起きする人ばっかりじゃないのにね、やめてくれってね、もう朝こっちはね、あと1時間寝たいのにね、お昼の7時なのにね、あれすごく迷惑だったですね。地域によってお寺で朝鐘ね、疲れるとことかもあるし、いろいろあるかもわかりませんけど、宮崎さんどうですか。僕はね、あの職場で会ったんですけど、あの、まあ、議員の頃ですね、その日中執務を真面目にやる時間があるんですよ。そうするとね、結構デモとかあるじゃないですか、訴えとかをする人たち、はい、メガホンとかでわーってやりますよね。6階までめちゃくちゃ来るんですよ、ダイレクトに来るの。窓閉めてもどんどん入ってくる。でまだね、抗議だっていうならまだ分かるんですけど、中には替え歌みたいなのして、うん、あの訴えてくる人がいて、うん、それがね、申し訳ないことに本当に音程もずれてて、あの同様のゾウさん、はい、ま、忘れもしないけど、ゾウさんがこんなに外れるゾウさんがいるのかってぐらいひどくて、音も大きかったんで、はい、頭に来ちゃって、はい、もう今だったら反省してるんですけど、はい、ツイッターにジャイアンのリサイタルって書いたんですよ執務ができないっつって、はい、そしたら大炎上しましたね、はい、大炎上するんですよ。ちょっとね、国民の声を聞けみたいなこと言われて怒られましたけど、まあそういう謙虚さが足んなかったからああいうことあったんでしょうね、私も、はい、反省いたしております。ジュニアさんは音について何かありますか。でもそれでいうと、それこそまあいつもね、時期だったら言われますけど、選挙カーもうね、あれも結構朝早いですもんね、うん、8時からね。8時でしょ。8時です、ね、え、もうすいません、ご迷惑おかけしましたでももうカエルにまで言い出したらセミとかにも言う人出てくるやろうし、そうなったらキーキレとかなりかねえし、例えば高校がグラウンドあったら金属バットでキンキンとかのあれ、うん、金属バットやめろとか、はい、そうなりかねえよね。なりますよこれ。怖い、世知辛い世の中やで。そうですよね。ね、聞かなきゃいいんすよ、もう。子供が公園で遊んでる声がうるさいとかね。ね、信じられないですよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。